俺今なんか来てくれと思ったんですよ。ほんまに来ましたね。おもろいとこで来よったタナトス来たこれがタナトスです。皆様ドックとかけえへん逆から。うわマジかよ。はい皆様おはようございます。ジャイロ意見のソンマルでございます。本日お散歩させていただくのがラッキー1番宝塚線感じた宝塚店様です。ありがとうございます。ありがとうございます。本日なぜまたまた夜のオープニングなのか説明すると、あのね店内がまたお祭りを超えて大感謝祭状態になっております。僕はハーデスを取ったのですが、でその横のアクエリオンであったりレールガンで、その後ろのカバネリ、カバネリは絶対6です。でハードボイルド、そして奥のもう1台のハーデス、カエルさん、ジャグラーが1台奥にね、あれ多分6やと思うんですよ。100切ってるのもありましたし、ゴスロも満席で、今閉店間際なんですがまだ売ってる方々多数でございます。本当にこのお店妖精さんがねぶっ飛ばしてるのですっごいんですよ。何がすごいかって、もうほぼオリンピック会場、トロフィー出まくりでございます。皆様嘘と思うなら一度そのおめめさんで確認してみてくださいよね。えそしてそんまりとわちゃわちゃしましょうよ。わちゃわちゃはしませんね、仲良く。それではここでの3連勝をかけた大切な実戦開始まで皆殺し。これ俺の指。何を行こうか、僕のお財布を優先するのか。うわーカバネリ行かれた。カバネリが行かれましたので僕は、え、やだ当たっちゃった、まあ、前日ねこんだけハマってるんで、まあいけるかなと。何がいけるかわからないですけど、私が、あー感じ、なんでこんな噛むんですかね僕。それでは僕が確保した台、アナザーゴッドハーデス、解き放たれた衝撃、あ間違えました、解き放、では僕が本日取った機種、それでは行ってきます。うわー懐かしい、あすごいこの感覚で。ハーデス、初代ハーデス僕めちゃくちゃ売ってました。基本的な流れとしては初代ハーデスと、まあ、そこまで変わらないです。まあモードを上げてでレア役で刺すという、であとは前作にもあったヘルゾーンで、こちらで、まあ、AT を目指そうよという機種になっております。今回ハーデス、まあ、凱旋でもあったリプレイでも抽選しております。まあ、4連で抽選、5連で大当たりという感じなんですけど、この出目おる、上がっとる、凱旋ですか。こんにちは。凱旋、凱旋っす、死にに来ました常連のお父様がお声掛けをしていただいたんですけど、もう昨日ねここ来てるんですよ。まあ、お休みやったんですけど、まあ、平日でも入ってるということで、で後ろ真後ろのカバネリ、前回僕が幼女戦記打った時六角出てた台です。でそれを昨日打ったんですよ。5万8000円負けましたなんでさ収録の前に5万8000円も入れるかな、僕は病気なんでしょうね。だってさ、BB ランクもさ、ポンポン上がってさ、まあ、AT の初当たりも良くてさ、でビッグチューンもまあ偶数ばっかりやったんですよ。で、筋トロ出ましたやめないっすよね。さすがに5万8000円、やめた、やめました、やめちゃいます、やっぱり。もう4でもええと思った、むしろ6でも、それで6なら、もう後の方出してください、どうぞっていう気持ちでね、帰っていきましたけど、一気に上がったね。いやでも俺これこの子で上がったと思うんですよ。上がったとすればで、これがラダマンシュスステージ、絶対言われへん、マダランティシュステージ、まあ、天国以上に期待できるステージですと。寂しい、俺も寂しい。ここでレア役
行くのがもう話早い。弱いわ、やばい。いやーちょっと待って、こんなんなかった今まで。やっぱり刺してた君か、レア役か。はぁ、あ、次も来るんか。あ、来ますね。で、次で刺すかな。3回目、4回目いけば大当たり。あんな奇数ソロハンドジャッジメントいくんすね。まああれがギロチンか、前作のジャッジメント。ここ素晴らしい、ジャッジメントありがとうございます。で、ハテナハテナ×があるんですけど、ハテナから押してください。バイブがすごいにゃん、ほんまに。さあ、フラッシュもあります、もちろん。カルスラッシュ、いやー何もない。これワンコ、これね、足ワンコなんですけど、あそこでハーデスが乗ってる馬の場合もあります。なので、うわ犬や足元やパパーンってやった瞬間でハーデス飛んでくる時があるので、皆さん気をつけてください。ワンワン、これはこういう時はね、皆さんもね、犬の気持ちになってくださいね。え、ワンちゃん、はい、ワンちゃんで10もらいましたね。はい、おめっこ食べて、斜めです斜めです、押し順斜めです。押し、キララの小ぶりの形で20以上とかあったはず。でも僕がここで欲しいのはもちろんレア役、レア役が一番話早い。これですね、これ20以上です、こういうことなんですよ。小ぶり、あん、今回は60ゲームでした。あのね、ハーデスなんで60ゲームあればね、十分なんですよ。大きく出たら小僧、行ってきます。ワンワン。で、今回、まあ、レア役とかで上乗せすると、まあ、前回はデジャブフリーズとかが来てたんです、デジャブとかが来てたんですけど、今回タナトスフリーズといって、ゲーム数が乗った後にレバーオンで2倍、そして最大64倍まで上乗せするというえげつない上乗せがあります。まあ感覚的に言うとバイオの増殖みたいな感じですね。あららららららら、言ってたこうなるんですよ。そしてマックスベッド押して、ここでフリーズすればタナトスフリーズいきます。あ、そうでした、レア役ちょうだい。あ、レア役ですね。乗る、乗らない。ここでランプ2個までいって、あ、2個までいったの。チャンス以外ドックとかけえへん、逆から呼んだらゴッド。いや、マジかよ、ゴッド行きました。221回転、ちょっと待って、俺マジで余裕かましてた、鳥肌しました。3つまで行ってゴッドはあったら分かるんですよ。第2段階でチャンスも出ずにそのままゴッド819に行きました。それでは行ってきます。スベさん、編集よろしくお願いします。ちょっと待って、これはビビった、ケツ浮いたよ。あれ、ちょっと待って、頭はね、思いつかない、追いつかないっすね。まさか来ると思ってなかった。おー、びっくりした。なに、こういうことなんですよ。あ、すいません、今すごい偉そうに言いますけど、低設定でも8192を引き続ければ終わらないという夢の台です。それでは行ってきます。で、ゴッド、GG100 ゲームプラスジャッジメント3つ獲得できました。あの、ゴッドはいつの時代でもビビりますよね、やっぱり。やっぱりビビっちゃう。無理。すいません、あの、スマスロで出した方が良かったんじゃないのとか最初言っといて。やっぱりゴッドは無理。マジでビビった。で、ゴッドを引いたなら、もうここで何を目指すか、完走。もう完走のみ。で、できるならもう一発で決めるんじゃなくて楽しませてほしいですよね。ゲーム数とかもうギリギリで完走してほしい。あまりちょっとね、一気に乗せちゃうと、もう一発目のジャッジメントで800ぐらい乗せるとするじゃないですか。もうそこで完走決まって一切何も起こらなくなるんですよ。 6.5 号機のハーデス、まあいいところは、まあ初当たりが早い高設定はですが、やっぱりここからのゴッドイン、ゴッドであったり、ゲーム数の爆乗せ、
お前これいつ終わんねんっていうね、やっぱワクワク感ドキドキ感は消されちゃっております。あらららら、風が吹きましたね。さあ514枚を獲得してのゴッドゲームです。まず一発目、誰が出てくるかが本当に重要。おそらく僕の引きハーです。ジャッジメントいきます。クラッシュが欲しい。まず何か、いや何もない。犬やめて、犬だ、引き終え。で10、小犬駅長外れ。70ゲームでした。一発目のジャッジメント70ゲーム。それではいってきます。十分十分、50じゃないだけマシ。こういう精神、こういうプラス思考じゃないとハーレスやんじゃいます。犬三連やめてや、ほんまに犬三連は絶対あかんで。1セット目終了した時点で697枚。それでは2つ目いってきます。さあフラッシュ、これやばい、マジでまた犬かも。あ、よかった、ギリギリペルさん来ました。でペルセルパね、前回と大幅変わっております。 ST タイプになっております。1回カットインを揃えるとここにあるダイヤが1個解放されてゲーム数戻ります。でこれを5個達成すると、まあ、言うたら5回カットイン成功するとまたペルさんのジャッジメントストックします。恐ろしいでしょう。でレア役でゲーム数を止めてくれたりしてくれないと、カットインで一切来ないんですけど、で平均は150です。おい待って、これも記憶から蘇ってくるわ。ペルさん来た、犬で70、あペルさんやっときた50、犬の方がええやんけっていう、ね、これがレア役の可能性だったんですけど、えカットインないんですけど、これはやばいわ。うわ続いた、ちょっと待って、これ超ペルやん、超ペル来ました。ちょっと待って、これで暗くなる場合もある。何やねこいつ、おおほほほほほ、いやもうゼガヒでも出さなあかん、カットインを。どうしよう、どうします皆様。僕こういう時ね下から叩くんですよ。カットイン、何やねんこいつ、もセーフ。さあさあ、ほんまごめんなさい、ほんまごめんなさい、今クレジット抜いてます。で新しいコインにしましょう皆様、新しいコイン、新しい3枚のコインにしますね。でレバーを、おっなんでよ、セーフセーフ、ユニメモの画面にしました。そして初回スタート、マックスベッドでレバーをいきますよ。マックスベッドでレバー、なんで、あやばいこれ、おーい、えこんなカットインけえへん、復活、いやマジでやばいってこれ。よしセーフ、これでレア役でロックしました。2ゲームあります、最低でも、それ以上もあります。なんでカットインけえへんの君、すごくないですか逆に。いやじゃあそんな台ちゃうねん、うわーロック解けた、やばいわこれえカットインないんですかペルさん、押しながら、押しながら行きますね。いやーやばい、いやいやちゃう、そんなん大ちゃう、そんなん大ちゃう、ちゃう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 ねちゃうね、カットインくれな、ねカットイン、どういうこと、えこんなおすましさんな顔してますけど全然カットインよこさないんですけど、どういうことやねん、無限かこれ、終わった、何この台、クソ台かもしれない、えあんなカットイン引かれへんことあんの、何これ、感想とかじゃないよ、もう2つ使った、130しか乗ってない、どういうこと、あれは文句言わん方がおかしいと思う僕は。
皆さんもそう思いますよね。ソンマルの味方ですよね。ありがとう、優しい、好き、みんな大好き。あ、こんな声出したら騎士団が集まってくるわ。実は今おる雷天ウーマンより一番可愛いのってソンマルじゃないん。おっぱいとかじゃなくて体大きいブームが来たら僕無双しますよ、雷天マン界隈では。あ、でも虹ケア隊長がおったわ。192センチやったから、ね、今絶賛好感度爆上がり中の虹ケア隊長。あの人すごいっすよね。10人しか並べへんかったって自分で言って、それって俺の営業協力がないからやって。で、店員さんからすいません、うちの信用がなくて、登場人物全員ええ人そんなん知らんで俺。そんな綺麗な世界じゃないで、パチンコ業界って。さあ行ってきます。921枚、ラストセット数はラストです。嘘でもハーデス出てこない、俺マジ嫌やんけど。もう犬っぽいわ。ちょっと待って、最低のゴッドです。犬ペルさん、犬70、50、こいつなんぼクソ台ですね。あ、すいません、僕の引きがクソでした。え、ゴッドでこれは少ないよすごいいろいろな要素が追加されてるよ。ステージであったり特化ゾーンであったり。なんでこんなことになんねん、俺ばっかりパチンコでもこんなんやし、スロットでもこんなんやし、次頑張ろうと思っているそこのあなた、今回のハーデス違います。20ゲームの引き戻しゾーンがございます。でリプレイとレア役で抽選してゲーム数は最低20ゲームです。まずレア役を引きましょう。引き戻し期待度でいうと 20% ぐらいかな。で後ろ赤いんですけど、そこまで熱くない。2連続リプで奇数なら続きます。うわー、グースばっかり。リプレイ引かな。あ、今上に上がった。やっぱりレア役でしたね。さあここです行ってほしい。でもね、これも期待度20もないんじゃないかな。どうなんやろ。3以外よこして、5来た。いやあかんでや。あーここで第3停止で暗闇になって終わりますね。まあそうですよね、だいぶ続いてくれました。44ゲームで、ここからやり直しますよと。うわ、2連続これで今抽選受けられてます。緑2連続で、次レア役引けばジャッジメント濃厚。うん、そんなうまいこといけへんかった。とりあえず抽選は受けられています。上がってる、もしくは刺してる。あら騒がしい。あらららららら、次も来よう、ハーデスちゃん刺そう。よし、うまっ。133回転出会い役の連打犬以外、もう犬ええわ。もうちょフラッシュ来てよ1回でもさ。また犬やろこれ。わわわわわわ、もうエッチやねこの首3つ犬。あ、あ、違う、ここに止まらない。20、外れ。もう良くないよ。50です。早かったから仕方ない、こう思う。俺今何か来てくれと思ったんですよ。ほんまに来ましたね。1個チャンス、斜め黄色、ややく OK。タナトス、グリス、なんでけえへんの、なんだ。おお、チャンス。次、奇数なら当たりです。ケツ、奇数。おお、当たった。ジャッジメント乗せましたね。
はうまい。まあ行きましょうか。皆様はどう思いますか。僕は犬、ワンちゃんだと思います。こんなフラッシュけえへん。てかフラッシュけえへんじゃ犬やろ。すいませんでした。ペルさんでございました。てか君さ、20ゲーム以上さ俺にカットにくれてないんやから今日5回ください。もうこれはね乗せますよ。悪いけど、あい、素晴らしい。よし、やっと揃った。やっと揃いました。さっき揃って、でここのダイヤが今つきましたよね。これを5個貯めるとまたペルさんをストックできます。であとこれドックンございます。コンボ不利中ですね。僕引き弱いからね。でゲーム数も元通り。全然違うとこしてる。よし、これは大丈夫。ちょっと待って、これ俺紫めっちゃ見にくいわ。今わざとこれ狙ったんですよ。こっち狙った方がおしゃれかなと思って。はい、行きます。2個目ですね。いやー、コンボフリーズは、うわー、ベンロ、ここ触ったろ、プッシュ、わかります、これ触ってんの、プッシュ触って、はい、ペルペル、おっぱい触ってんの。じゃあ、おっちゃん触ってるからちょうだい。いやー、レア役でやってほしい。 OK、 レア役で、レア役行くとここがロックされます。で、ここで上乗せするのがうまいんですよ。これテンパってますね。で、揃ってコンボフリーズして100、150とかいった場合、ここはつくんかって言われたらつかないです。あと1回だけ欲しいですよね。って言ったら来るんですよ、こいつ。 OK、 素晴らしい。これです、めちゃくちゃうまいです。ラスト1回で揃ったのでまた ST ができます。で次のセットで揃うとペルさんセットしても次1、2、3、4、200、250からスタートできます。でもここで欲しいのはフリーズ。なんでないんやろうね。一歩及ばすですが250を獲得できたので全然 OK。 すいません、お口悪くなって申し訳ない。あ、さっき来てよ。ほら、うわー、来た。見えます、この赤いおちょんぼ。この赤いダイヤ引いた時、4ゲームか5ゲームの間にレア役を引けばブレイズゲームという本気最強の特化ゾーンに入ります。シャッターが4回閉まるか閉まらないか。いや、もう1回引ける。でこれ閉まった特化ゾーンなんですよ。でもナビ出てるんで無理っす。ここでレア役を引くと運命が決まる。まず1回転目ヘッド消化した。2回転目、ナビいらん。次3回転目下から、もうラスト4回転目、あかんわ、うんこやこれ。まだある、あー、まだあったのに。全部ダミキッショイ。大やり直してきます。でレア役行くとどうなるか、シャッター閉まります。そこから特化ゾーンが始まります。ゲーム数が、ないことになります。見たい方はもう自分で引いてください。僕は引けない。1175枚、足りないです。足りない気持ちを引き戻しに込めよう。それでは行ってきます。え、ちょっと待って、なんでジャッジメントおんの。ちょっと待って、あれなんで、いや、いなかったですよね。っていうことはペルさん、あの4つでも乗せてた。そんなことないよね。え、どういうこと。はい、ペルさんが来た、そういうことやと思う。なんや、どこに乗ってたんこれ、どういうことですが、ワンちゃんで100ゲーム乗りました。ワンちゃんも諦めてダメ。コブイのキナナを連発させれば20ゲームずつ乗るので、ワン、ツー、スリー。さあ、終了しました。1558枚。
ャラいくらかな。4時の状況なんですが、まあ、僕のハーディスも悪くないですね。まあ、初当たりが5回かな。で、アクエリオンが上皿パンパン、下皿パンパン。で、レールガンも2箱に下皿パンパン。で、幼女戦記もめちゃくちゃいいんですよね。多分これ6っす。で、番長も直撃ありと。怒られてても行こうか迷ったカエルさん。2箱、下皿パンパンです。そして前回も出たハードボイルド今3箱ですね。で、僕が昨日5万円負けたカブネリ2箱できます。なんで今日なのか、マジで何もけえへんくなった。何やった今までの初当たり。やっぱね、当たるべくして当ててた。あと勝手に上がってる時に引けてない、ここですね。バーカバーカバカボーン、バカボンバカボンバカボンボン。よし、3つといったれ。2、はい、フリーズ。失礼しました。まあしゃあないな、これは正直仕方ないと思ってる。今まで楽しませてくれた分、苦しい気持ちも楽しい気持ちも分かち合おうっていうハーデスからのメッセージだと思って僕は回してます。全然苦じゃない。何やろこれ。やべえ、これつい来て当たるわ。768、まあ、ここで当たるんだ別にいいけど、なんかなぁ、どうなんやろう。絶対下におったのに、いきなり当たりやがったのこいつ。あのね、これね、女の子の気持ちになったらペルさん出てくるんですよ。あなた真ん中がいいんでしょ。真ん中、左、右、さあ行くわよ。右、左、はいペルさん真ん中。メス犬です。50かよまた。うおー、何、ちょっと待って、これレア役での乗せの演出なんですけど、ナビあるんすよ。押し順キナでね、100乗るんですかって。V で50乗った、すごいね。じゃあこれずっとやっててよ。これ超犬の可能性ある。実は超犬の可能性ない。うら、50、ここでわかる。うわー、うまい。ここでの V はうまい。もうね、キングオブファイターズで言うたら、え、なんもないけど、レアかある？ないか、だって火吹いてないもんな。終わったな。え、これマジで超犬やねんけど。言ったでしょ、ね、女の子の気持ちになって打つと女の子が出てくるんですよ。いいじゃない、 V や、 OK。 ぶっ壊したる。ここでゴッドなんていらんっていうところ見せましょう。あ、終わった、まだある。やはは、150、全然十分。ペルさんより全然役立つこのワンコ、ありがとうございます。150、406枚、それでは引き戻せないゾーンに行ってまいります。だって引き戻せないですもん、ほんまに。170回転から追加投資です。現在7時半です。8000円目、まあ要は8000円でここまで粘れたわ、ほんまに。ハーデスって難しい、非常に難しい。3連リップ、4連目、いやー飛んでこい。くっそ、いやーじゃない、強えな、ダメだ。じゃあ次ハーデスは？何この台、もう一回か。ハーデスわい。おお、当たったこれ。いや違う、この変なタイミングでレア役を引いてる可能性あり。真ん中にリップ、こいつバカじゃないの、どんなタイミングやねん。当たってました。あの当たってる演出の時にただレア役引いただけでしたね。
301回転超大当たり。女見せろ、男でもええぞ、犬はやめてくれ。犬やめて、ずっと犬や。だってハズレで30っておかしくない？たまたまかよ。何もおかしくなかった、ただの犬やった。初代は有効やったんですよ。おもろいとこで来よった。1か、ここ光ってくれよ。上タナトス来た。これがタナトスです。皆様10以外で乗ったらおもろいな。30とかで、ちょっとこれ斜めやん。10以外で30のんちゃん10か、くそ。これが2倍、最大64倍するという増殖です。さあ2倍で終わるのよ。これです、切れる。もう一発切れてほしい。どうなる。よし切れた。もう一発いこう。もっぱつもっぱつもっぱつ、パソコンパソコンパソコン、レバーを叩く。44分割、実はみたいな、ないか。実ははなかったです。でここでうまいこといけばジャッジメントも馬乗せ。まあここで終わるんですけど、え待って、嘘やろこれ、やっぱループ引っ張っていける、やばっ。通常時のやつ引っ張ってきと、来てる来てる、絶対返してくれ。俺の1万1000、昨日と合わせた6万9000、アホちゃうか。大丈夫、これ取れた。ほんまにでかいっす、マジで。これや飛んできたやん。リップ？リップなんや。押し順リップなんや。あかん。もう一回ください。いやーくそ。あれあかん。立ちんぼがもういっぱい立ってる。立ちんぼ3人立ってる。いくらや。金払うから、いやくれ。レア役打って、引き戻しゾーンがあるんやから引き戻したらいいんだよ、ここで。よし、リプレイから幸先、吉岡いいですよ、全然大丈夫です、僕は諦めてない。先ほど言ったこと正反対のことになってますが、ここしかないんですよ僕には。なんでこれでさ、ハーデスの時消えへんの。まあいい、ここで当たってくれば。待て、バカ。それはあかんわ。はい、お疲れ様です。リプレイですね、最後にありがとう。また見せてくれるんや。なんかこのダッチョみたいなね、見せてくれ。いやここでどうせ真っ暗でしょ。ちょっと待って、めっちゃデカだった元気玉、俺の元気玉。まだ我慢したら面白いけど、まあ多分無理。そうやんな、行ってもいいよここやったら。よし、引き戻しました。でここで引き戻すメリット、なぜ僕がこんなに必死になってるか。 25% 以上でペルサー以上が飛んでくるんですよ。 75% 突入の核変を一発で落とす、僕今まで何回やってきたと思ってんねん。何回やってきたと思ってる。大魔神フラッシュ、第3でフラッシュ来ることが多いかな。なし、模様動物嫌や。せめて人、よっしゃ人出てきた、人が出てきました。速落ちを回避。おい、またお前カットにやらかすつもりか。おー、いいじゃない。挟んだらあかん、ちゃんと押す。ごめんなさい、
横着しました、すいません、ペルさんカットインください、横着しました、申しません、ごめんなさい。やばい、マジで手出そうだった今。あんだけはしゃいで50、僕向いてないっす、ハーネス。あかん、ストレスやばいわこの台。よいしょ、いやそれはないわ、やっぱあそこでね止まってくれないと無理やな。今日でも2回目なんよな、分からなくなってきました。もう一回で、いや止まって、 OK、 うまいやん、言うこと聞くやん、これ次止まって当たるっすよ。え、ちょっと待って、マジで引き戻したかも、嘘やろ、めちゃくちゃでかい元気玉やで、え、嘘、ほんまに、そうやれ、そうやね、そうやね、生き物した2回目やっぱあそこまで行ったらもう与えでいいんかな、まあ、もう一発ぐらいでやるとしんどいんかなと思ってましたけど、そしてまた 25% でペルさん以上の恩恵が受けれるので絶対取りたい、これはでかい、マジで2回連続の生き物したらでかいっすね、人間人間、うわーマジ、音で聞くわ、音で判断していいですか。ニューって聞こえた。一瞬あれハーデスと思ったけど全然違いましたね。やっぱりやっぱりスロット好きだ、オイラはスロット大好きだ。はい、お疲れ様でした。すいません、謝りました。で先に投資の方が550枚、回収840枚、収支の方が290枚のなんと有言実行3連勝となりました。パチッ、まあ、何かの数字がまあ低いっていうことで、いやどうやねんとね、皆様懸念されてるところがありますけど、僕は設定が入ってるお店が大好きです。なぜなら知りにくいから。でハーデスなんですけど正直荒いじゃないですか、なので高設定かって言われたら高設定やし、低設定かって言われたら低設定の要素もあるし、正直設定2以上しか出てないんですよ、資産も正直分かりませんでした、すいません。ですがまあプラスここのお店の信頼を考えると、まあ最低でも4はあったのかなと思っております。まあ、今後また打つ機会があればもうちょっと知識を入れて打ちたいなと思います。あの本日は本当にお見苦しい点が何度かあったと思いますが、お許しくださいませ。次回はまた来月にお邪魔できるかもしれませんので、その時はぜひとも皆様よろしくお願いします。本日はありがとうございました。また次回お会いしましょう、さようなら。マジでむずいなスロット、でもねやっぱ探してんのが面白い、これどうなんやろこれどうなんやろって、帰ろ。